こんにちは。今日はホンダの新型シビック LX。 今日の車はマニュアル車ということで、今一番20代30代、なおかつこの新型シビックで一番売れているマニュアル車のインプレッションをいたします。私もこの車、マニュアル車、非常にインプレッションしてみたいなと思っていた1台だったんですが、 CVT に遅れて1ヶ月後に納車されて、この車は9月の下旬頃反社に入ってきた試乗車になります。かつこのブルーメタリック、私 GTR も好きなんですけど、ベイサイドブルー、あとは NSX-02R で言うとロングビーチブルーパールという色がありますが、そういった色を彷彿させるような非常に爽快シビックにふさわしい色合いを持ったかっこいい車になっています。シビックといえば20、30代ターゲットで今一番売れてる車ということで、走りがものすごく気になるところかと思います。なおかつ CVT よりもマニュアルを選ぶという方が増えているということで、20数年前、私もシビック乗ってましたけれど、その時と変わらないニーズがまた湧いてきてるんだなということを非常に嬉しく思います。で、今日はマニュアル車、まず高速でのインプレッションなんですが、 CVT も非常に良かったんですけど、まずこの車第一印象を持って思ったことは、 FK7 の時もマニュアル車のインプレッションさせてもらったんですが、より一層カチッと感が増した、ドライバーとの操作の一体感が増した車になっています。なおかつこのシフトフィールだけがカチッと増したと、この車にふさわしいキャラクターに合ったシフトフィールになっただけではなくて、このキャラクターの爽快さ、爽快シビックと言われるこのスポーツの味わいと爽快さが入ったこの走りのキャラクターにふさわしい走り味になっているということが、ものすごくこの車に乗って第一印象を感じたところになります。今エンジンちょっと回してみます。やはり 1.5 リッターの VTEC ターボとはね、思えないような低速からの加速、なおかつ VTEC なので上のハイカムに入ってからの伸び、こういったものが本当にね素晴らしいです。エンジンが主役になる車なんじゃないかっていうお話を前回のシビックの試乗動画の時もお話ししたんですが、いやーこれはまさにね主役ですね。で、車体もすっげー安定してる、もう全く怖いところがない、もうベタ踏みできる、そういった車体の安心感、こういった路面の継ぎ目、ギャップ、全くハンドルが取られないですし、安定感を失うということも全くない。で、この車もリアにオプションのウィングついてるんですが、リアの接地感が非常に高くなってるせいもあって、車がオンザレール、安心感が高い、怖さを全く感じない。かつステアリングのブレも全くない、そういった車になっている。シビックといえども、もう昔の私が BMW に初めて乗った時のヨーロッパ車を、もうそれ以上の伸び味になっている、安心感の高さになっている。もういつまでもどこへでもずっと遠くまで、今関越乗ってるんですけれど、遠くまで行きたい、時間があるんだったらもうずっと遠くまでずっと乗っていたい、そういった爽快な
走り味を与えてくれるのがこのマニュアルのシビック。やっぱマニュアルはこういった車の操作する喜び、こういったものをね与えてくれるっていうことによって、今車が賢くなってしまって、ドライバーができることっていうものがもう本当に減ってきてるわけです。どちらかというとドライバーはもう乗らされてるだけみたいな感じがあるわけなんですけど、そういった中で物足りないと思われてる方も当然いらっしゃるわけです。そういった方にとってこのマニュアルという車はものすごく受けるわけなんですけど、これはもうそういった今の現代のこの完成された走りの中に人間が操る楽しみというものもしっかりと兼ね備えられているということで、非常に乗ってて楽しい。でこの車はタイプ R のようにレブマッチシステムというものがねついてないんですね。なので自分でシフトダウンするときはヒール&トーでエンジンを少し煽ってやって回転数を合わせる必要というのがあります。まあ、そういうのも自分で回転数を合わせる、オートグリッピング機能がついてなくても自分で何とかするというところも操ってる感というものが非常に高いと感じてる部分かなと。でなおかつブラインドスポットモニターもついてますので、こういったところなんかは今の車の先進装備ということで、安心して安全に快適に爽快な気分で、なおかつ従来のスポーツカーというのは自分の手足のように操って走ってなんぼだということをしっかりと与えてくれるのがこの今回の爽快シビック、新型の爽快シビック FL1 の走りの楽しみというものになっているのではないかなと思います。こういったコーナーリングのヘアピン区間なんかもスーッと曲がっていってくれる、今までの FF みたいになんか前が出そうだなっていう感じも全くないですし、このアジャイルハンドリングアシスト、電子制御のおかげによってFF の悪いハンドリングというのも全くなくなったなということを、まあ、改めて感じました。それでいてこれは319万、まあ、オプションもちろんねあったりするんで300万円ちょっとで買えてしまう。これは僕 EX よりも LX で十分かなって個人的には思った次第になりますので、非常におすすめできる、ホンダのスポーツが好きな方にとっては非常におすすめのできる1台になっていると今回インプレッションさせていただいて感じました。はい、ということで今回はホンダの新型シビック FL1 の LX6MT モデルになります、こちらの高速道路でのインプレッションをいたしました。興味のある方は、こちらチャンネル登録をぜひいただければなと思います。また車のレビュー以外にも用品紹介等も行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。それでは失礼をいたします。